今回のステージはサロペッチでお送りします。ローランドで検索し、4X カメラを入手してください。まずはスマホのビデオで動画を撮影します。さよならって言えるのは今日だけ。明日になってまたあなたの温かい手に触れた。 4X カメラを起動して2本目の動画を撮影します。ここをタップし、先に撮影した動画を選択します。再生をタップして、選択した動画に間違いがないか音源を確認します。選択した動画で間違いがなければ、再生を停止し、完了します。これでセッティングが完了しました。録画をタップすると、選択した動画の音源を聞きながら、動画撮影ができます。直接スマホで音源を再生すると、録画する音声が取れなくなるので、スマホから離れた場所にモニターを準備しましょう。私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つであんな君の人生慣れていて、4X カメラで2つの動画を結合します。ここをタップして、16:9を選択し、画面サイズを変更します。1、2と表示されている画面をタップして、動画を選択します。結合したい動画を2つ選択します。選択した動画には番号が表示されます。動画を選択したら、左上のタイミングをタップし、2本の動画の再生タイミングを合わせます。再生をタップすると、2本の動画のミックスされた音源が確認できます。タイミングがずれている場合、バーを動かしてタイミングを合わせます。音量調整や位置調整を行い、プレビューで出来上がりの動画を確認します。問題なければ、開始をタップして動画を結合します。
なって言えるのは今日だけ。明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった。私の誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな君の人生だねって言って、17本目からは一緒に火をつけたのが昨日のことのように、今はただ5年の月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへと継いでいく私にとって